次の対決テレビ元気いっぱい。さあ今日も皆さんの笑顔を求めて解決人たちが出かけますよ。なぜタワーズは生まれたのか。それは建築の未来を考えているうちに誕生した資材土産のエキスパート、タワーズ。現場のスムーズな資材配置で無駄をなくす。タワーズを成長させているのは社員たち。面接した時人柄がすごい良かったので、お仕事が完了できた時などお客さんからありがとうと言っていただいたり。そう、タワーズには夢が詰まっている。求人登録も簡単。今日から俺はタワーズ。このようなお悩みありませんか？ストレスフリー療法はストレスを減らすために長年研究開発した療法です。ストレスフリー療法、銀座すきや橋クリニック。今月は最南端野島崎がある南房総市に来ています。はい、こんにちは、プリティ長島でございます。はい、そしておかみさん会会長の吉田です。石毛さんと小川さん、続いてこんにちは、ようこそ南房総においでくださいました、南房総市長の石井豊です。はい、石市長、なんか素晴らしい景色のとこですよね。目の前はなんか芝生で、私たちのバック見てください、この綺麗な海が。ここどこですか？タイブサ岬。タイブサ、はい、大きいフサ、はい、はい、と言いまして、まあ、ご覧いただけると、まあ後ろには、これちょうど東京湾の入り口の浦賀水道に当たるわけなんですけれども、あれ大島じゃないんですよね。 あれはあの神奈川県側ですね。神奈川県、神奈川県、神奈川県、こんな近く見える。そうですね。大部佐岬は海と雄大な絶壁の景色や一周およそ3キロの森林散策ができる。展望台からの眺めは浦賀水道や内房の海岸線がくっきり。右手側に見えるのがちょっとノコギリ山ですね。すごいいい景色ですよね。いわゆる黒船来航の、頃から、まあ、それこそ、太平洋戦争の頃までですね、外敵からこう東京湾王部、東京首都を守るというような意味で、このちょうどこの東京湾の入り口である大部佐岬あたりにですね、一番狭くなってるところですもんね。そうですね、あの要塞があったようなところもありまして、こちらの下の方に行くと、そういう要塞のですね、遺構などもご覧いただけるような場所になっています。森を歩いていくと、戦時中要塞として使われていた跡地が数多く残されている。ちょっとした探検気分と絶景ポイントを探しながら大自然を楽しめるところだ。芝生で遊んだりとか、あとなんかね、大学生が合宿でなんか応援団の練習とかしてるみたいですね。そうですね、はい、あの子供たちがこちらはね、こう楽しみに遊びに来ますし、よくあの大学の、あのいろんなスポーツサークルとか、いや応援団とおっしゃいましたけど、あの応援団が応援合宿にですね、ここに来てあの使ってたりとか、そういったこともありますね。いろんなところで使えるんですね。力みなぎってきてない。いろんな魅力のあるタイプサ岬なんですけども、はい、あの実はですね、あのこちらの岬の下 の、 あの海の方にですね、本当にそれこそあの映画のワンシーンにでも出てくるような、とてもですね、綺麗なスポットがありまして、あ、はい、あのぜひそこも紹介させていただきたい。いや見たいですけど、はい、どんな映画のスポットがあるんだろうね。使えるね、ラブストーリーなのか。ラブストーリーよ。どんなラブストーリーの場所なんでしょうか。え、ここどこの国って感じ。こちらです。確かにね、はい、素晴らしい、素敵だね。ここ地名原岡って言うんですけど、原岡桟橋って呼んでますけれども、昔ながらのこう景観を保ちながら、とてもこう情緒的な、ね、こう桟橋だっていうのを感じていただけると思うんですけど、ちょうど富士山も見えますし、映画で使いたい、はい、そうですね、特にね、夕
暮れ時に少し暗くなってからですね、はいはいはい、ご覧いただけて分かるようにライト、白熱灯の裸電球が今あまりこういうのないですよね、ないですここにね明かりが灯ると、とても綺麗なんですよ、で市長、はい、これは何のためにここ桟橋があったんですか。ここは昔はですね、漁師さんたちがここに要するにこう桟橋船を止めて、要するに魚をここで荷揚げしてたんですね。実際に使ってた場所、そうです、この場所なんです。その後市場が引っ越しをしてこの桟橋が残ったそうです。足元の木の隙間から波しぶきが見えるのも迫力満点。途中からはコンクリートになっています。どんどん海が迫ってくる。ここまで来ると一人の世界に酔いしれそう。海と浜辺がいい感じ。言葉はいらず、もうこの景色にどっぷり。吉成さん、この桟橋でラブストーリーを撮りたくなるのもわかりますよ。誰と共演したい、ここで。いや、市長さんでしょ。俺ね、なんか、いや、それは決まってるやん、片岡千恵蔵でしょ。そういう年代の人が出てくるのかな。インスタ映えするスーパー絶景スポットで人気なのはよくわかる。そして東へ行けば千倉の花畑と山々、そして堤防アート、南房総市の海と森と大自然は一日では回りきれないほど飽きのない世界があります。私は、市長として、大雑把な言い方になるかもしれませんけれども、今後のこの南房総の在り方として、観光地としてはですね、ファミリーで過ごすんなら南房総、子供と過ごすんなら南房総、そう言っていただけるような、観光地作りを、少し進めていきたいなと思っていますし、なるほど。また子供ということで言えば、子育てをするなら南房総、特に、本州は、子供たちの、教育に力を入れています、本市で生まれ育った子どもたちが、すべての子どもたちが、将来自分の力で、自発的にものを考え行動できる、そういう子どもたちに育ってほしいと思っています。すべての子どもたちが幸せを自分の力で掴み取ることができる、そういう子どもたちを育て上げていきたいなという、そういう町にしていきたいなというふうに思っています。最後に石井市長に願い事を聞いてみた。南房総市民のすべての皆さんの幸せを願っています。それでは願いを込めてブティさんに投げます。はい、いきます。あ、もう来た、ナイスストライク。いや、市長、南房総市春らんまん、ぜひ遊びに来てください。はい、からお昼の解決テレビ元気いっぱい。一方、東京浅草橋、浅草橋といえばですね、こうなかなかこう老舗のお店って実は多いんですけれども、そんな中でもですね、世界へご紹介できる老舗のお店ご紹介したいと思います。行きましょう。お邪魔したのは松根屋というお店。実は創業109年を迎えるうちわと扇子の老舗店。たくさん飾ってあるんですけども、おおよそ何点ぐらいの商品があるんでしょう。おそらく数百。どういったお客様が多いですか。なんかやっぱり贈り物に使われる方が多いですかね。もちろんご自身でお使いになられる方もいらっしゃいますけど、形的にこういうふうに、この要部分からこう末広っていうふうに広がっていくので、結構その縁起のいいもの、先が広がっていくっていう意味で、縁起のいいものっていうことに。最近では漆喰扇子といって、抗ウイルス抗菌機能のある漆喰を施しているものも。そして夏は暑いので、暑い時にちょっと仰ぐっていうことで、青系の紺とか青系の柄が意外と多いです。こういった感じのですね、こういうちょっと涼しげな水色とか、ブルーですとか、なるほど、あとは夏の風物詩であったり、婦人向けはそういう花とか、その夏の花が多いですけども、紳士向けはやっぱりその
縁起物、こういった富士山ですとか、はい、そういう縁起のいいものが結構柄としては多いですね。なるほど。あでやかさが際立つ扇子は外国人観光客に人気。あと浮世絵的なあの波浦とかのああいう北斎の浮世絵なんかのものも結構好まれると思います。手のひらサイズのはお土産に買っていくそうです。そもそもは扇子が先なんですか、うちわが先、どちらが。もともとはうちわのその帽子うちわっていう、あの持ち手が丸いものなんですけど、丸絵、丸竹を用いて作っている帽子うちわが、まあ一応原点ということになっています。帽子うちわは先ほどの南房総市がルーツ。一体どんなものなんでしょうか。ずらりと飾られているこの中にあるようです。持ち手のこの柄の部分が丸いタイプですね。あ、初めて見えるかもしれない。こういうタイプで、ちょっといいですか、はいはい、これ素材竹ですかね。竹ですね。あ、本当だ。持ち手が丸くて持ちやすい、すごく、はい、で軽いですね。すごく日本の竹、はい、特にその房州の竹を使って、うん、房州で作るっていうものが一応伝統工芸品 の、うん、あの認可といいますか、それに認められているものなので、はい、そのものになりますとやっぱ値段がちょっと高くなりますね。なるほどですね。他のものですと、例えばこの辺のものは竹が中国の竹を使って、あ、本当だ、まあ、値段が全然違うんだ。針は日本で貼ってるんですね。紙なんかも日本のものなんですけど、この竹が中国ですので、この咲いてくるその春前まで中国でやってきます。ここには日本を代表する房州うちわだけではありません。この辺のこう刺してある、はい、この柄の部分が違うんですけど、こういうのはまあ京都の形ですね。半円の絵なんですね。平らな、あ、はいはいはい、平らな絵なんです。これがまあ、あの四国の香川の丸亀のうちわですね。なるほど。職人たちが丹精込めて作ったうちわが運んでくれる風。店主の山本さんの思いは、世界のみんな全員が一人一本ずつ扇子うちわを持つ、まあ、温暖化が今こうすごい世界、地球の世界的にもこうなっているので、はい、こう仰ぐことによって少し温暖化が収まるんじゃないか、収まるんじゃないか、みんなで仰げば涼しくなるということで、はい、まあ、それがあの夢ですかね。なるほど。ファッションとして個性も演出できるうちわとセンス、ぜひ一度お店で手に取ってみては。ということで、ここで恒例の応援マジック開始。500円玉1枚持ってきました。ちょっと調べていただ、はいて、本物かどうかご確認いただきます、はい、近くに、はい、本物の500円、ね、はい、あの子供の時にやったと思うんですけど、どちらかの手に握ってこう当てるみたいな、あ、はい、やったことありますよね、はい、あの右か左かどちらみたいなで、終わったらお声掛けください。はい、どうぞ。よろしいですか。はい、で、ちょっとだけ間を開けていただいて、で、僕の指先ちょっと見ていただきたいんですけど、こう見ていただくと目線でこっちって分かるので、ちょっと一回開けていただいて、はい、入ってましたね。当たっちゃいました。続いて。よろしいですか。はい。ちょっとまた間を開けていただいて、はい、こちらですね。これも当たりました。そして誰かの手に隠していただいて、あの6分の1で今度当てますんで、はい、じゃあこれあの隠すところもカメラで撮らないようにします、はい、さあ皆さんで隠してもらいます。ここまずないと思いますね。ちょっと下ろしていただけますか。ここもないと思います。下ろしていただけますか。でここもないと思います。下ろしていただけますか。あと3分の1ですね、はい、もう一度指で、こことここを下ろしていただいて、あ、ごめんなさい、ちょっとここまで上げていただいて、こことここですね、下ろしていただいて、はい、ここに入ってると思います。すごい。お見事。いや、すごいです。はい、ハイカラお昼の大切セレビ、素敵な笑顔をいただきありがとうございます。馬と一緒にスポーツをしてみませんか。馬車大学では1日体験乗馬をプレゼント実施中。お問い合わせは0479-771929まで。作吉成陽子、小説夢子、第4巻第5巻来春同時発売、予約受付中。解決プレーニング。
皆様こんにちは。雑誌ハイカラ編集長の青野秀俊です。頭の若さを保つ脳トレに今日もお付き合いください。毎回こちらハイカラ頭脳トレーニングのドリルの中から問題を出してまいります。今日の問題はこちらです。最近は川柳が流行っております。今日はそんな問題です。四角の中に文字を入れて川柳を完成させてください。まずは例題ですが、スマートな友と離れて写真撮る。このような形で少しおかしさを求めている問題ですのでお答えください。はい、今日の答えです。嘘つきが二人約束して帰る。そしてもう一問ですが、私でもできるモデルは使用前。これが今日の回答でした。いよいよ今週末からゴールデンウィークがスタートです。潮干狩り、いちご狩り、そして今美しいのはツツジですね。ぜひ皆様楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。この問題来週ちょっとお休みですんで、次回5月7日にまたこの番組でお会いいたしましょう。ハイカラ頭脳ドリル好評発売中。お問い合わせお待ちしております。18年前第二の人生をバラに捧げた男は自らバラ教老人と名乗る。さて今日はどんな作業なのでしょうか。およそ1500坪2000株以上のバラがあるつくばローズガーデン。入り口のバラのトンネルにあるつるバラ、涙の形をした大きなローズヒップがあります。作業場の小屋の近くにある木立製のブッシュローズの手入れも終わりました。オールドローズのエリアもあともう少し。いや、これおかしいから起こしてあげるんです。しっかり枝を引き寄せます。だからこれなんかももう枯れそうですから、これ、はい、5月の中頃の満開に合わせて一本一本時間をかけて剪定。あとはガーデンに降り注ぐお日様に手を合わせる。ガリアーノ、今年で17歳の船場だ。一番油が乗ってる時だもんな。太陽馬戦でも中心で活躍してもらうぞ。頑張ろうな。白鳥さん、おはようございます。おはようございます。今、春のオールジャパンに向けて私は馬の管理をしておりますけども、クルクの調子はどうですか。目を離すと眠くなるタイプだけど、やるときはきちんとやるタイプ。今のところ健康に異常なし。ぜひ頑張ってください。ありがとう。今日の課題は駆け足発進のとき跳ねないこと。クルーク、頑張ろうね。まず波足から、そして軽早足でウォーミングアップ。頭が起きて動きも良くなった。馬にきちんと合図が伝わっているのか、馬の動きを妨げていないか、この子の体の動きで確認。さあここで外方脚を引いて駆け足発進。内方脚を使って馬体を屈曲させる。手綱を引っ張らないように。
キザがずれていないか確認。よし、その調子。頑張ろう、クルーク。くれ、昨日バーベキューやりたくて肉と玉ねぎを買いに行ったら高くなってた。どうなってんじゃ。仕方がねえから肉一切れと玉ねぎを一個買ったんだ。玉ねぎも高いしな。そんな時は拙者に任せろ。どうするんじゃ。玉ねぎはたまにねぎる。拙者、馬年生まれの馬方よし。今日もわからん馬術のことはきっとうまくいく。やっさー。馬術の基本術。馬のダンスともいわれる馬場馬術、それぞれ定められた規定のコースがあり、演技の項目ごとに10点満点で採点され、得点率で競う。プログラムは第2科目 A、 馬は大馬。前回は駆け足定跡行進、 B から F へ向かう。早足へ行こう。手綱を使ってブレーキだ。だがタイミングが外れた。待て、駆け足から早足への移行がずれておる。移行不良。そうじゃ、これじゃ止まるの合図と勘違いするぞ。慌てず落ち着いて、今度は A 地点から波足へ移行して K へ。そして K から歩道を伸ばした波足に、ここから手綱を伸ばした波足。大馬の後ろ足で力強く動くんじゃ。よいか、馬の前足と後ろ足は定跡を踏むのじゃ。キザと脚を馬の背中に合わせろ。そうだ、ツーポイントじゃ。小吉さんと一緒に動いていると大馬が感じてきているぞ。よかった。そして C 地点から早足へ移行し、半巻きへ。待て、半巻きの図形が不良だ。これは減点。そして X で停止。ここで馬の足が揃わない。減点だな。はあ、なんとか回れたけど難しかった。最後に大馬に合図じゃ。大馬、ここまで乗せてくれてありがとうな。キザで芯を作れ。バランスだ。馬と喧嘩だ。大馬と小吉の馬術の旅は続く。太陽馬戦オールジャパンオープンチャンピオンシップ、クロスバー障害飛越競技。障害の間の距離がやっぱり詰まってしまったりしたのが自分の中で、今のところは大学で乗馬続けたいなと思ってるので。
続いて障害飛越競技。中3です。アドレナリンが出るんで超楽しかったです。次はメーターに出たいです。社長、今月は新しい馬が7頭入ってきます。あら、7頭も？ああ、昨年も5頭ほど入ってますからね。4年にだいたい20頭ぐらいは入ってきますね。競馬でデビューした子や牧場の子も、そしてその子たちをうちの騎手調教師たちが馬術を教えていくんです。馬もそれぞれ性格も違いますから、少しずつ馬術競技ができるような馬に仕上げていくんです。その前にこうリトレーニングという方法を持ってやってますがね。それを馬術の資格を持っている騎手に毎月レンタルをしまして、太陽馬戦を開いているんです。インターナショナルオープンとオールジャパンオープン、2つの競技会ですね。それじゃあその2つの競技にうんと賞金を出さなきゃ。はい、ぜひ。